はい、皆さんこんにちは。小学4年生の算数についてちょっと確認していきたいと思います。今月はですね、小数の計算問題をやらせてもらってるんですが、今回は小数の割り算を中心にちょっと確認していきますね。前回は掛け算と割り算のスタートの部分だったんですが、今日は、この割り算の内容を中心に確認させていただいて、でもう一個ちょっとね、やりたいと思います。まあちょっと全部はちょっとホワイトボードに書けませんので、筆算の関係もありますのでね。まずはこちらの方からいきましょう。テキストのページはね、121ページになりまして、まあその中の問題からですね、いくつかちょっとピックアップで出させていただきましたね。そうするとまずは最初いきましょう。 26.6÷14 ですね。さあ、前回の割り算は1桁だけだったんですが、今回2桁になっています。ですのでまずは2桁同士でちょっと見てもらって、この点6は見なくていいですね。26÷14にやるつもりでやっていきます。はい、2桁以上の時の割り算っていうのは、一番左側の数字だけちょっと見てもらって、まあ、指でこういう風に消しちゃっていいです。1のぐらいですね。 2÷1 をやってるつもりでやっていきます。ですが 2÷1 だったら普通2なんだけど、まあ相手14ですかね。2かけちゃったら26間違いなく超えちゃいますんで、ですので、まずは1を1、14ですね。で、引き算しましょう。6から4、2、2から1、1、ね。で、6をしっかり隣に下ろしてあげてください。はい、次。また、1のくらい消してもらって、12÷1。まあ、普通12÷1だったら12になりますが、当然答えは1桁しか書けません。そういう時は1桁の中で一番大きい9を、まずは置いてみるとですね。36。9、1が9で、3足してもらって12、割り切りました。はい、で忘れちゃいけないのは小数点ですね。打ち上げ花火の上にピューッと持ってきて、パーンとね、置いてもらって 1.9 ね。こういう形で小数点を忘れないように気をつけてください。次行きましょう。 12.5÷20 ね。はい、こちらに関してなんですが、 12÷25 ね、これをちょっとやりたいんですが、できませんね。12÷25はね、12の方が小さいですからね。はい、それなんで、この2の上にですね、0を置いてみますね。で、まあ、小数点は忘れなければ最後でもいいんですが、小数点ここにちょっとね、ちょんって置いてもらって、125÷25をやってもらいます。はい、そうすると、まあ1の位消すこと12÷2だから、まあ6を持ってくるのかなと思うわけなんですが、やはり6だとちょっと大きいんで、1個減らして5あたりでいきましょう。はい、5525、5210で2クリアですね。ってことで 0.5 ね、小数点忘れないようにね、 0.5。 はい、次いきましょう。マラさん 9.21÷3 ですね。はい、 9.21÷3。 はい、こちらの方なんですが、まずは1桁なんで、1桁同士いきましょう。サザンが9ですね。で、まああまりないんです、0ですね。ですので、こちら2を下ろしてきてください。はい、ですが 2÷3 はできませんね。でいうんで、まあやはりちょっと0を置いてもらって、30が0なんて思って2って持ってくるんですが、ここは正直省略しちゃってもいいですね。書かずに省略しちゃって、では1を下ろして21÷3で7ですね。で、小数点忘れないでね、しっかり打ってください。3.07ですね。はい、で次まで0.12÷0ね、0点できてるから、まあ当然0÷2ができませんので 0.12÷1 かな。で、1÷2もできません。なんでもう1回0を入れて、12÷2で6。こんな形でちょっとですね、割り切れるまでに少し時間かかるものもありますので、しっかりね、0を入れてください。で、こちら、5番です。0.135÷5。ね、やはり0できませんので、0.持ってきて、1÷5ダメですね。0。13÷5 だったらいきますね。5に10。で、35。5、7、35。ね。ということで、0.027。こんな形で持ってきてもらうといいでしょう。こんな風にですね、計算をしていってもらいたいと思います。まあ、121ページの内容ですね。まあ、ちょっと5つほどピックアップでやらせていただきました。
ぜひ他の問題もですね、同じような形でやってみてください。そしたらですね、もう一個、やっていきたいと思いますので、ちょっと一旦画面変わります。はい、ではですね、2つ目の内容をちょっといきたいと思いますね。今度はですね、小、小っていうのは割り算の答えなので上に書くやつですね。はい、小は1の位まで求めて余り出します、そして検算もしましょうよっていう問題です。はい、ここでポイントなのは、小が1の位まででいいんですよということです。つまり割り切れるまでやるんじゃなくって余り出してくださいということですね。はい、じゃあそしたらですね、まあこれは別に無理してやる必要はないんですけれども、1の位までって言ってるんで、ちょっとどこが1の位かなっていうのを確認しておきますね。そうするとここですよね、 67.4 だから7の上が1の位、ここまでになります。ですのでこの小数点のところですね、ここを小数点通るような形でキーッと点線をちょっと1本引いちゃってますね。ここまででいいんですよっていう、まあ、ちょっと合図ですね。まあ慣れてくれば全然引かなくても全然いいんですけれども、まあ、こんな形でちょっとですね、もし不安でしたらですね、ちょっと1回ぐらいですね入れてみてくださいね。はい、なんで67割る4をまずやります。そうすると6割る4ですから1ですね。46から4引いて2.7ですね。はい、27割る4になりますので、4624ですね。で3になります。はい、そしたらまあ4は下ろしてもらって、余りが出ました。今度余り、はい、ここが大事ですね。小数点は答えの時打ち上げ花火が上に行ってたでしょ。はい、下にもしっかりまっすぐですね下ろしちゃってくださいという形で 3.4 ね、こんな形で入れてもらうといいでしょう。で答えが、16余り 3.4 になるんですが、検算もしましょうね。はい、検算の式に関しては、割る数かける小足す余り、これで持ってきますね。割る数かける小足す余りね、割る数小余りですね。そうすると 16×4 ですので、4624441が464ですね。はい、64に 3.4 足すんですが、小数点の足し算は小数点の位置合わせないといけません。64のこの4の隣に小数点ありますからね。で 4.76 で 67.4 になりますね。そうすると割られる数になっていれば正解という形になります。こんな形です。はい、じゃあ次、割り切れるまで計算しなきゃいけない問題に入っていきたいと思いますね。そうしましたらこちら13÷5 ですね。はい、こちらに関してなんですが、まずは 13÷5 ということで、計算するわけですね。5に10ですね。で、3が余り出てきます。でも割り切れるまでやらなきゃいけないのでどうするかっていうと、はい、ここに小数点があるのを忘れないでくださいね。3の右側ですね。で、そしたら0を付け加えます。隣に0を付け加えて下に持ってきます。で、この上の面、横線もこう伸ばしちゃっていいですからね。で、30÷5 で、5630余りが0、小数点しっかり書いてあげてください。 2.6 こんな形で、はい、9÷4も同じような形で、 4が8で1余り、はい、小数点ここにありますからね、ちょっと伸ばしてもらって例を持ってきます。で、その例を下、はい、4÷8まだいきますね。だもう一個例を付け加えてもらって、4520ね、という形でいきます。はい、で小数点忘れないようにね、 2.25 こういう形です。じゃあ次、9.6÷5いきましょう。はい、まず9÷5ですね。51÷5で4ですね。はい、6下ろしました。46÷5だから5×45ですね。はい、6から5を引いてもらって1ですね。はい、伸ばしてもらって0を付け加えていきましょう。5に10、そして小数点を忘れず 1.9。 はい、という形でこんな風にですね、割り切れるまでやるときは隣に
レーを付け加えて、それを1個ずつ下に下ろしていってもらいたいと思います。というわけで今回ですね、少数の割り算の方ですね、こんな形で確認させていただきました。ぜひともですね、もう一度よくね復習していただければと思います。はい、ではですね、この後また国語流していきますのでね、国語の方はぜひ一度やってからですね、動画見ていただけるといいかなと思います。テキストのですね続きになりますのでよろしくです。ではまた一旦変わります。はい、では国語をやっていきたいと思います。こちら木蓮漆の続きですね、104から105ページになりますね。さあ、前回の話とちょっとですね、間が少し空いてまして、その後話の続きが今回載ってるんですけれども、まあ登場人物ちょっとおさらいしておきましょうね。はい、登場人物に関しましてはゴンパチと登録という2人がいました。ゴンパチと登録ですね。でゴンパチはまあいわゆるちょっとずる賢い人ですよね。自分がまあ楽をするためにうまく登録をそそのかして自分の仕事もやらしちゃうわけです。で登録に関してはまあ人はいいんですよね、ポイポイ引き受けちゃうんでね。ただちょっと頭の回転がですねいいとは言えないようなね、まあちょっと、頭が弱いような人ですね。はい、でこの二人なんですが、最初ですね木をノコギリで切ってたんですけどね、まあ登録のノコギリをゴンパチがですね、まあ川の縁に落としちゃったわけですよ。でその縁が誰も今まで入ったことがない縁だったんで、まあ落としたのはゴンパチなんだけど、落としたノコギリは登録のもんだからおめえが取りに行けっつって登録に取りに行かせるわけですよね。で登録、誰も入ったことない縁だから怖いよ、一緒に入ってくれよって言うんだけど、まあ無理やり入れちゃうわけですね。そしたらなんとですね、登録戻ってくるんですよ。これちょっとテキストに載ってないんですが、このね、漆を見つけるんですね。漆ってのは樹液の一種なんですけれども、まあ木材とかのですね、作ったものにですね、塗ってですね光沢を出すようなね、まあいわゆるちょっとした高級品みたいなお宝を見つけたってことなんですよね。そうするとですね、今度ゴンパチはですねそれをねちょっと独り占めにしようとするわけですね。で一回この二人ですね、帰るわけですよ、ね、戻っていくわけです、自分たちの村にな。でゴンパチは夜中のうちにですね、この登録をですね次の日また来た時にですね登録を驚かせようと思って、万人としてねこの木の竜、木竜ですね、これをですね自分で掘ってですね漆のあったところにですねドーンってですね夜中のうちに一人で置いていくんですね。でそしてまた次の日二人で来てですね、よし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 、登録にもう一回漆を見させてやって、あの木の竜に驚いて登録逃げるぞ、ね、そしたら漆はもう全部俺のもんだっていう思ってたんですが、ところがどっこいとんでもないことが起こるというのが今回の話でした、ね、でスタートはね、ゴンポチのセリフから始まってるんですけど、たった大変だ、竜が生きとった、大きな口を開けて俺を睨んだ、こらどうしたこっちゃ、わーいって言ってるわけですよね。これはですね、もう怯えて読むような、大声で読むような形で読んでもらうといいですね。で、ゴンパチはですね、不思議だ、ほら、どう考えても不思議だっていうわけですよね。なんと、万人で置いたこの木竜が動いてるんですよ。で、睨みつけてくる自分たちのことをね。それはゴンパチからしたら不思議ですよね。自分が設置してね、自分で作ったですね、偽物のね、木竜だと分かってるのにね、それが動いてる。だから、おかしくないっていうんで、不思議に思ってるわけですね。ですので、ここはですね、穴埋めなんですが、漆の万人にするための木の竜ですね。これ枠が3つありますんでね。だとして、いるから不思議だって言ってるわけですな。で、2人とも頭を揃えてっていうんで、これはやっぱり2人ともね、恐ろしさをそれは感じてるわけですね。で、ゴンパチが、登録に、まあ、この後ネタバレするわけですね。いやちょっと不思議なんだけど、実はあの木なんだよな、一応あの万人として置いといたんだよって言うんでね。でここでねゴンパチのまあちょっとうまいところはね、あの漆の実はな、まああれだな、俺とお前と二人きりでな、ちょっとね二人でね、取ろうと思ってな、なんて言うんですよ。本当は自分だけのね独り占めしようとしてたんだけどな、二人きりで取ろうかななんていう形で言ってるわけですね。でそれを聞いた登録が、あなんだあら作り物か、じゃあ取りに行ってくるわっつって行っちゃったわけですよ。
ですよ、こっちからすればね。それ確かにそうなんだけどね、作ったもんなんだけど、あと動いてたの見たでしょって言うんでね。で、でも俺はもう恐ろしくねえから行ってくるわなんて言うわけですよ。理由としては今言った通り、木で掘った理由は動くはずがないってことですよね。この部分が32行目なんで、木の掘った理由だって知ったからですね。知ったんで、なおめえ木で掘った理由が動くわけねえじゃん、じゃあもうそんなのただの見間違いだよ、まあ見間違いだとは言ってないんだけど、まあそんな感じなんでしょうね。で、行っちゃったわけですよね、口の中にね。で、これゴンパチももう大混乱ですよね。あーやべえ、やっちまったよ、どうしようってことだな。で、ゴンパチも言ってるんだけど、きっと神様が怒って、あの木の理由に魂を入れなさったに違いないわって言ってるわけですね。まあ、その理由としては、ここ41行目あたりを参考にしてもらってるんだけど、漆を取るために自分が欲を出したからですね。なんで神様が怒って、あの木の理由に魂を入れたに違いないよなんていう形でね、ゴンパチは考えてるわけです。だけどこのゴンパチね、まだ漆を独り占めするの諦めてないんですね。最後にですね、やっぱりあの漆は惜しいなぁとなってくる、ね、もったいないなってことですね。というわけで、ゴンパチね、登録が危険な目にいっちゃったんだけれども、まだ漆のことは諦めてなさそうだっていうね、そんな形が出てきましたということです。はい、というわけで今回こんな風に木漆ちょっと確認させていただきましたね。ぜひともテキストをやってない方はね、50テキストでやってみて、やってる人はプリントで、もう一回復習してみてください。では皆さん、また次回お待ちしておりますね。じゃあねー。